61歳女性が骨盤体操ストレッチで2ヶ月でマイナス8キロ達成。おめでとうございます。すごい。頑張ってもなかなか痩せない、ポッコリお腹が気になるという人は今すぐ骨盤を整えましょう。下半身に老廃物が溜まりやすくなり、下半身太りはポッコリお腹になってしまうんです。今回は寝ながらできるズボラ式骨盤体操ストレッチ紹介します。そんなやつるわけないでしょと思ったあなたも騙されたと思って一緒にやっていきましょう。スマホ手に持って上向きに寝ましょう。まず足上げしていきます。片足ずつこんな感じで上げていきます。なるべく前ももしっかりお腹に近づけるイメージです。でこの時意識してほしいのは、股関節付け根の腸腰筋です。これ内臓洗浄にめちゃくちゃ効果的なんで、付け根の腸腰筋しっかり意識してやりましょう。前ももじゃなくて付け根の筋肉意識してゆっくりでいいので上げる。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK です。そしたら次は、右足ですね。右の股関節を大きく回していきます。内から外に反時計回りに回していきましょう。反時計回り、反対足左、膝立ててても大丈夫です。ゆっくり大きく回していきましょう。呼吸は止められるようにしましょう。でこれは早く回すっていうよりも、普段動かさない範囲までゆっくり大きく動かすことと、前ももで上げるっていうよりは股関節付け根、ここ使って上げることで内臓洗浄めちゃめちゃ効果的です。呼吸は止めないようにしましょう。早くなくていいですからね、ゆっくり大きく。きつかったら、最後の10秒サボっても大丈夫です。よし、 OK です。そしたら次は、左足、こちらも同じように内から外に回していきます。こっちは時計回りですね。時計回りゆっくり大きく回します。これも前ももってよりも股関節付け根、ここの筋肉使って上げるイメージです。で股関節ゴリゴリになるよって方は、痛みがない方は、ゆっくりそのまま大きく回していただいて大丈夫です。痛みがある方は痛みがない範囲でゆっくり小さく回しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。でもしもね、どうしても時間ない方はちょっと 1.5 倍速とか2倍速でやっていただいても全然大丈夫です。大きく、早くなっているので普段動かさない範囲で大きく回しましょう。よし、 OK です。そしたら次は、腰をひねります。右足をこっちに持ってきます。で足だけこっちに持ってくるというよりも骨盤からねじる、こんな感じです。で膝が床につくぐらいまでねじって、なるべくこっちの方床に近づけます。右のお尻、腰、背中、この辺が伸びてれば OK です。で多少浮いてきちゃうよって方はこっちをつけてもらって肩が浮いてもいいです。腰、お尻、背中伸びてる感じであれば OK です。でいまいち伸びないよって方は足だけでこういってると伸びないんで、もうこの骨盤ごとこっちにねじる、こんな感じです。こっからねじるイメージでやってあげましょう。よし、 OK です。これで逆もいきます。左足を右こっちに持ってきます。これで、左のお尻、腰、背中、この辺が伸びてれば OK です。余裕がある人はこの肩なるべく床に近づける。いまいち伸びないよって方はもうこの腰、骨盤からしっかりねじるイメージです。これぐらいねじるイメージ。呼吸だけ止めないようにしましょう。このちょっときつい種目もあるので、ここは休憩でゆっくりして大丈夫です。よし、 OK です。そしたら次は、ちょっときついんですが、みんな大好きな自転車こぎいきましょう。両足持ち上げて、なるべくこんな感じで上で大きく円を描くんですが、前ももじゃなくて付け根、ここを意識するイメージです。スマホは手で持って空いてる手でこう付け根触って、そこの筋肉が動いてるなって感じがあるといいです。で前ももばっかりどうしても力が入っちゃうっていう方は、ちょっとお尻の下にこう手入れて、こうすると付け根使いやすいんじゃないかなと思います。腰が痛い方もこうやってお尻の下に手を入れてあげると、だいぶ負荷が減ります。動かしたいのは内臓洗浄のために付け根腸腰筋です。呼吸止めないようにしましょう。
よし、OK です。そしたら次、ちょっときつかったので、休憩ストレッチ入れます。こんな感じで、膝90度ぐらいに曲げていただいて、このまま、開き、切る。内もも使って閉じ、切る。開けるところまで開き、切る。内もも使って閉じ、切る。これ繰り返しましょう。これ休憩なので、そんなにこう、限界までギューって開いて、ギューッと閉じなくていいです。ゆっくりパタパタ開く、閉じるぐらいです。まあ、頑張れる人は、限界まで開いて、内もも使ってギュッと閉じる。これでも OK です。で、これどうしても皆さん、毎日寝る前にやろうとする方多いんですが、いつも言ってる通り、週に1回で習慣化なので、まあ、週に1回ぐらい気が向いた時にできれば、それで十分 OK です。よし、OK です。そしたら次はですね、足、こんな感じで膝90度に曲げて、ついてもらって、このまま、お尻を持ち上げます。で、お腹をこう突き出すんじゃなくて、こういう感じです。お尻から持ち上げる。で、裏ももお尻、ここ力入ってる感じであれば OK です。下げる、上げる。お腹だけ突き出すんじゃなくて、お尻からこう持ち上げる。呼吸は止めないようにしましょう。こう、裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感じであれば OK です。で、まだ頑張れるよって方は、しっかり膝同士つけて、このままグッと持ち上げると、内ももにも効いてきます。内もも、裏もも、お尻、全部効くって感じになります。スピードは重要じゃないです。しっかり裏もも、お尻意識して上げましょう。よし、OK です。これでまた休憩ストレッチです。足を肩幅よりちょっと広め、これぐらい開いていただいて、でこのままつま先を内、外に倒すんですが、つま先だけ動かすというよりは、先ほども言った腸腰筋、股関節付け根からしっかりねじる。内、外にねじる。早くなくていいので、普段動かさない範囲までしっかりねじる。呼吸を止めないようにしましょう。本当に便秘気味の方とかは、これやったら、翌日ね、すごく調子が上がったりします。呼吸止めないようにしましょう。僕もだいぶ息が上がってきました。OK です。そしたら次はですね、足の裏合わせて、膝外に開く。こんな感じで、カエル足作っていただいて、そのままお尻を持ち上げます。下ろす。上げる。下ろす。もうお尻直撃です。で、もしこれきつければ、ちょっと手前に引いてもいいです。裏もも、お尻。特にお尻ですね。使うのが目的です。なるべく膝しっかり外つけ、開いたまま、お尻を持ち上げる。で、呼吸を止めないようにしましょう。で、これちょっと裏技というか、ただのズルなんですけど、どうしても上がらないって人は、もう肘使って、ちょっとずるしてこうだけでもいいです。裏ももお尻使うことが目的なので、多少ずるしてもそれでも OK です。それすらもきついって人は最後の10秒サボるか、もしくは1種目丸々飛ばしたりしても OK です。よし、OK です。で、最後の種目は、反り腰解消とかお腹痩せにも効果的なドローインやっていきます。まず鼻から息吸って、限界までお腹を膨らませます。限界まで膨らませる。もうこれ以上膨らまないってところまで膨らませましょう。そしたら、口から吐いて、お腹へこませる。吐いて。もうこの腰と床の隙間、潰すように。吐いて。しっかり吐き切る。まあ、もうちょっと吐けます。吐き切る。OK です。もう一回膨らませます。これでラスト1回です。限界まで膨らませて、お腹を限界まで膨らませます。お腹のインナーマッスルを刺激してます。で、ここからゆっくり吐いて。吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて、もうこれ以上吐けないところまで吐いて、まだ吐けます。よし、 OK です。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃないです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。